空という技ですね、相手のですね右剣突きをですね避けながら腰の下の急所を打ち込み、大変足の攻撃を蹴上げ、蹴り足の落とす力を我が左手母子剣で、仏滅の急所に打ち込むということですね。ここです。この連用という技ですね、相手の攻撃を乗せていくということですね。自分のペースに乗せていくことです。ですから蹴上げていくと、それで抑えてまた表に変化していくというふうにですね、技の連続で徐々に相手を自分のペースに巻き込んでいくような流れを大事にすることです。はい、ウコを打って裏に抑えました。そこで表逆に変化していく。これは相手のですね左腕を挟んでがっちりと取っておき、それを視点にしてですね相手を攻撃していくということですね。これを一番、ポイントにしてください。はい、攻撃挟み取り打っていきます。全然、左手はずっと視点としております。この技はですね相手のですね左手ですね、その母子を取っていると、指を取っているってことですね。そして、それを視点として、変化しているということに目を向けてみてください。これは蹴刀という技ですね、これは敵を蹴飛ばすと、そういう意味が含まれております。ですから相手の攻撃を風のように吹き飛ばしながら蹴飛ばしていくということですね。相手の攻撃を避ける、そうしまして、風を食う、そして吹き飛ばす。血脈ですね、これは締め、技ですが、特にですね三角締めに対するもので、これにはですね、首固めという、首を強くする傾向方法をまずしてから次にこの技に入っていくのです。ですから相手が首固めにこう三角締めに入ってきたところですね、その時に相手の肘の急所を取って逆背負いでもって前に投げ飛ばすと。これは小刀の三振突きに対する小です。相手が三振突きでついてきます。広告打ち、刀を落とします。蹴りを、こう打ち上げますね。この時蹴り押しを避けるのはですね、そして蹴り上げるのはですね相手の体のバランスを崩すものであってですね、その時すでに相手の体の表逆を蹴ることによって取っているということがポイントになっているわけです。上段から剣のこの流れをよく見てですね、そして潜り型でもってそれをよく見ると体を落とすことですね。そして四角に入って玉白剣を突き込み倒すというわけです。こう、これは羽鶴瓶とも読みます。昔のあの古い移動を思い出してください。鶴瓶のついた移動です。この技はですね、この鶴瓶の心理をですね生かして相手を封じる技です。方楽ですね、これは相手の後ろからの攻撃とか切り込みに対してかわす技ということになっていますがですね、本来はですねこれは自分の視覚ですね、視覚からの攻撃に対してですねそれをかわして、そして相手に、反撃する、あるいは倒す技ということになっております。これから入りますのはですね真剣無刀取り型なんですが、これはですね無刀取りにはですね過去現在未来があるということですね。抜く前抜いた後、それから納刀した時とか、そういう、その刀の
なんて言いますかな、生き様ですか、それを封じると、それを自然観で封じるというテクニックっていうですね、これは自然観なんでしょうね。その自然観、その晴れている時もですね、例えば雲のある時も雨の降る時もですね、全てですね、その自然が生きていると。人間にはですね、やはり生老病死というものがありますね。ですけどそこに生きている、例えば死んでもですね、それは死んでいないんだと。例えば不滅の魂があるという断りがありますね。そのようにその自然のままにですね、この技を生かしていくというところに、この古史実のですね、真剣型のですね、あるいは無刀型のですね、妙味があるわけです。例えば周囲とかですね、瞬足とか、あるいは一撃とか加速とか居合封じとかですね、心眼風雨なんていう風なですね、巻物に書かれたですね、一つ一つの字を見てもですね、何かこの大自然の中の豪胆な生き様と言いますかね、その字の中で味わえるわけです。ですから師はよくやりました。その武道家は自然的度胸が一番大事だとよく言われました。その緑光流っていうのは玉はですね、小さな玉と解釈してもいいし、あるいは地球と解釈してもいいし、あるいは太陽と解釈してもいいんじゃないかと私は考えております。